回本気でアキラさんにメイクを教えていただきたいと。もうそれは喜んで、これでメイクは最終回になっちゃうのかなと思うぐらい喋りきっちゃうかもしれない似合う色っていうのはもう必然的に決まってくるので、しっかりと叩き込むように入れていく。大切になってくるのがハイライト、下から小鼻目尻を結んだ延長線上にハイライト、逆に釣った目を下げたい場合にはもっと極端に言ったら上まぶたの目尻にもハイライトが被ってきてもいいと思います。しっかりと強調するためにローライト、いらないところを削る目的でしっかりとシェーディングをしてあげるということですね。ファンデーションの段階でしっかりとハイライト、ローライトは使い分けて入れといてあげるといいと思います。どうでしょうか、こちらの方がふっくらと柔らかく見えてるのに対してこちらがシャープにもうすでにね見え始めてると思います。で、必ずパウダリングはしてください。そしたらアイメイクですね。まず最初にしていきたいのがアイメイクにおける血色、ニュアンス作りです。今日は彼女のイエローアンダートーンに合わせてオレンジ系のソフトな色を使っていきますが、あえて僕は大きめのチークブラシに取りました。で、チークブラシに取ったこのような色味って皆さんチークに使いがちですよね。ほっぺた周りにある赤みっていうのは実は後天的な赤みで、ファンデーションで隠したいところだったはずなんですよ、赤ら顔に見せないためにね。でも一番最初にアイメイクとしてやってほしいのが、本来お顔の中で唇の次に皮膚の薄いところって目の周り、まぶたの上だと思うんですね。で、そこに血の色、血色として入れてあげられればいいのかなと。目の周りにふわふわふわっとチークカラーのような明るいオレンジを入れてあげられればいいのかなと。ご自身ではそういう大きめのチークブラシでもいいよというアドバイスですが、ここではしっかりと目の際まで、もう目の周り全体ですよね、入れてあげるとこれだけでポッと明るく見えてくると思います。ちょっと今日撮影なので少し濃いめにやっておきますね。この目の周りグリグリグリと。次にアイシャドウです。シャドウブラシとして今日はハーベストのレンガ色ですかね、赤みのブラウンを使っていきたいと思います。これもいつも僕表現してるんですけど、アイシャドウの目的は被彩額の色の小さく見える収縮性を利用して目の形をコントロールしていくものなので、ご自身で入れる時も効果的に入れるためには目を開けたまま鏡をまっすぐ見ていただいて、高さの欲しいところのみにシャドウを入れてみてください。こちらの目、ファンデーションの段階で目尻を下からハイライトで持ち上げてますので、シャドウで目尻よりをつまみ上げれるような位置にシャドウを入れてみました。まだぼかしません。逆にこちらハイライトが横から入って高さを強調していきたいので、目の中央にシャドウを入れてみます。この段階でも何がねしたいかがもう伝わると思います。これをしっかりとぼかしてあげる。ぼかす時にはちょっと大きめの綺麗なブラシで際をしっかりとなじませてあげる。ご自身でやるにはもしかしたらね指を使われる方もいらっしゃると思いますが、ブラシの方が綺麗にぼけていきます。なぜならば指からも油汗が出ているので、せっかく入れたシャドウの色素を指が取ってってしまうのでね、入れたシャドウを目の際までしっかりと入れて、入れたとこと入れてないところの境目は綺麗めのブラシ、大きめのブラシでぼかしていく。このグラデーション、よくぼかしましょうっていうぼかし方の方向性がねコンフューズされる方が多いと思うんですけど、目の周りみを意識していただければ、ぼかした状態でこういうことが起きていきます。全然違う。次に小さめのブラシに持ち替えて、今度は編んだ色味は同じです、赤みのブラウンを使って、今度下まぶたの表現ですね。向かって左側の目尻のシャープさ、目尻を持ち上げていきたいので、逆に言えば目頭を下げていく目的で目頭よりにシャドウを入れてあげる。向かって右側の目に関しては目の丸さ、高さが欲しいので、やはり黒目の外側ぐらいから目尻にかけてシャドウをかけてあげることによって目尻を下げて見せてくれるというのがシャドウの理屈です。もうアイシャドウで多分また目の形が全然変わってきてると思うので、だから最近の若い例えばメンヘラ系とか闇系とかっていうお化粧の特徴がこのアンダー、下まぶたね、シャドウになると思うので、理屈からすればどんどん目尻下げたいんですよね今の子たちは多分。一方でライナーがボックスラインっていうのかな、目尻を上げるようなシャープなラインだし、目尻で下げてるので外に向かって広がっていくような、今の子たちはどんどん目を離してタヌキのように見せるのが流行傾向なのかな。こんな感じでシャドウが済みました。でこっから先もう一手間ですね。今度はイエローベージュ、イエローアンダートーンの彼女ですのでベージュでも黄身のベージュを取りまして、今度ハイライトです。これも色彩学の明度対比っていう色彩の錯覚なんですけど、
これが目処体。まず膨張色収縮色っていう話になった時に、同じ面積で作ってるんですけど、白の方が大きく見えませんか、黒の方が小さく見える。これが色の膨張性収縮性。明度の高い色は大きく見える、明度の低い色は小さく見える。でこれをさらに強調するために使うテクニックが、色対比の中の明度対比という錯覚です。このぐらいは同じ明度ですね。で周りの明度を変えてあげることによって中の明度が変わって見えてきますよ。明るい色と暗い色が並ぶと暗い色がより暗く見えるっていう。明るい色と暗い色が並ぶとこっちが明るく見えてるはず。だからこっちが暗くてこっちが明るく見えちゃうはず。暗い色が入ったらそのままにせず、必ず明度対比を作り込んであげないと視認性が上がらない。目尻に暗い色が入りましたので明度対比を作り出す。目頭に明るい色を入れてあげる。でしっかりとぼかしますよ。でここで起きてくるのは、要は明度対比を使ってシャドウがより暗く見えるので、暗い色は収縮するからより収縮する。でもっと言えば明るい色の膨張性が目頭を押し下げて見せてくれるので、さらに目尻が上がって見えてくるはず。逆にこちら、暗い色が目頭寄りに入りましたので目尻寄りにハイライト。これ実はファンデーションでもすでにこうちょっとやりましたよね、明るい色ね。ここに対してアイカラーにおいてもハイライトを入れてあげると、目尻に置いた膨張色、明るい色が目尻を押し下げて見せるので、さらに目尻が下がって見える。変わりましたね。はい、ペンシルタイプのアイライナーですが、ここではシャドウをより強調する目的で使っていきたいと思います。要はアイシャドウの中でも一番暗いところをどこに表現するかっていうのをここでは作り込んでいきたい。目の際に一番暗い色、一番収縮する色を作り出したいんですけれども、こちら側は目尻よりのみ、こちら側は目頭よりのみに入れて、ペンシルタイプのライナーを使ったんですが、ライナーはぼかした時点でこれはシャドウに変わります。要はアイシャドウの仕上げだと思ってください。次にライナー、今度はリキッドタイプのアイライナー使っていきます。リキッドタイプのアイライナーを使う目的は、アイライナー本来はまつげを濃く見せることによって目を強調していくための化粧ですので、まつげの根元にしっかりとアイラインを埋めていきたい。目尻寄りのまつげをしっかりと暗く見せてあげる。かなり粘膜に近いところ触ったと思うんですけど、目尻寄りのまつげを濃く見せて、だからラインとしては本来は今の若い子たちがやるように跳ね上げたりとか、目尻から5ミリ外してということではなくて、まつげのための化粧なんですよね。目の形を変えるのはシャドウの役割だから、アイラインはお絵描きではなくてまつげを濃く見せて目を強調していくこと。さらにっていうんであれば、目頭寄りにシャドウが入ったエリアのまつげの根元にやはり点を埋めてあげてまつげを濃く見せる。目頭寄りのまつげを濃く見せる。こちらは目尻寄りのまつげを濃く見せてあげる。でまつげ変わる気も使い方はもちろん変えていきます。まつげって上がってればもちろんね、その天井が見えるぐらいに視界が広がったよっていう表現ももちろんそうなんですけど、これもね、造形心理学の錯覚を使ってると言われてます。こちら側のまつげ変わる気の使い方こんな感じです。こちら側のまつげ変わる気の使い方はこんな感じです。こちら側の特徴は、根元を挟みます、目頭は外します、目頭外して目尻はまだ挟んでます。つまり目尻をたくさん挟んで目尻をいっぱいあげたいんですよ。目尻をいっぱいあげたい、すごい細かいこだわりなんですけど、中央をしっかり上げてあげたいんです。で極端に言えば、こちら側はこっちに抜いて、こちら側は目尻をしっかり上げて、多分ビューラーのかけ方でも、まあ、目の形が変わって見えてくれば効果的なビューラーのかけ方、まつげ変わる気のかけ方と言っていいと思います。これもせっかくだからしっかりと説明させてください。ヘリングの錯視っていうんですけど、これ平行ですよね。放物線上にかけてあげると平行線が歪んで見えてきますよね。つまり外向きのベクトルを与えてあげることによって平行が歪んで見えてくる。だからビューラーマスカラを使ってまつげを目尻よりを長く強調すれば、確実に上の弧が上がって錯覚として見えてくる。だからビューラーマスカラするべき理由が、その目をより大きく見せてくれるっていうのが、このヘリングの錯視を利用しているものだと言えると思うんですね。目を丸くより大きく見せるためにビューラーマスカラはもう本当に必須。目尻よりをしっかり上げてあげた方の目に関して、マスカラは目尻のみに今日はちょっと表現してみますね。錯覚ですね。逆にこちら中央よりのみに一本一本綺麗に、最近の流行傾向としてはね、あんまりこう太く分厚く見せるというよりはなるべくすっきりと見せてあげられれば。ただ一番重要なポイントは、しっかりと毛先が上げたいところの縁からしっかりと出てるということ。黒目の大きさまで変わってみる。
はい、ここまでデビューラが。こちらは本当に目尻が上がってみる。さあ、ここまで来たらあとは眉毛ですね。この眉毛が本当に難しい。この眉毛が本当に難しい時代になってます。眉骨の骨格の丸さを表現するために、逆にシャープにしたい方は違います。あとブレンディングブラシも、最近よく言われるのが、ニコッと洗った時に高いところをより高く見せましょうみたいな。でもちょっと待ってください。どうでしょうか。多分こちらがすごいシャープに見える。お化粧の仕上げにはこうチークハイライトとローライトですよね。もちろんここでもメイド対比を使っていきたい。